今って何年目ですか？今は1年目です。新卒で入社されたんですか？はい、新卒です。出身の学校ってどちらですか？出身の学校は横浜子ども専門学校です。横浜子ども専門学校、はい。横浜子ども専門学校を選んだ理由って何ですか？横浜子ども専門学校を選んだ理由は行事がすごい大掛かりなところです。どんな感じに？体育祭とかもいろんな姉妹園があるんですけど、そこから5校が集まって一緒に戦って作り上げるっていうのがあります。へえ、対抗戦みたいな感じなんですか？はい、そんな感じです。すごく面白そうですね。すごい楽しかったです。他に見てた専門学校ってあるんですか？2校くらいありました。その中でも横浜子ども専門学校を選んだ理由って何かあったんですか？やっぱり行事が好きだったので、ずっと行事がすごいところと先生たちの雰囲気がすごい明るかったところです。あ、そうだったんですね。はい。横浜子ども専門学校の思い出を教えてください。はい、1つ目、はい、思い出はやっぱり行事の体育祭で、三校フェスティバルっていう5校ぐらい集まる体育祭が一番印象に残っています。三校フェスティバル、はい。へえ。スポーツと、あと料理系、医療、ビューティー、保育で5つありました。白熱しますね。はい。2個目は何ですか？2個目は保育発表会です。保育発表会って何ですか？保育発表会は自分たちのクラスで劇をしてみんなに見せるっていうのをやっています。どんな劇したんですか？1年生の時は不思議の国のアリスで、2年生の時は美女と野獣です。美女と野獣、はい。美女役？いや、バラの妖精でした。結構準備するの大変なんですか？大変でした。みんな残って衣装から全部やってたので、すごい大変でした。それが今に結構生きてるっていうのはあるんですか？はい、結構制作とかで活かされてます。なるほど、はい。だから制作物上手なんですね。ありがとうございます。3つ目は何ですか？3つ目は先生たちがすごいちゃんとサポートしてくれるとこです。どんな風にサポートしてくれたんですか？授業で分からなかった時とか、積極的に先生たちからここ大丈夫って声かけてくれて、1対1でお話ししてくれる時間とかがあったり、実習でエリアの先生が決められてて、そのエリアの先生と面談して就職先とかを一緒に決められたりします。すごく親切ですね。はい。就職までやっぱ手厚いんですか？はい、結構一人一人に会った、私だったら元気で明るい先生がいる縁がいいですって言った時に、ここの縁とかどうっていうのを結構選択肢を与えてくれて、それで決めました。素晴らしいですね。ルミナス保育園はどうやって見つけたんですか？ルミナス保育園は最初 TikTok とかに出てたのを見てたんですけど、その後にエリアの先生から実習を受けた子がいて、ここにそこで先生たちの雰囲気を教えてもらって、そこから見学に来ました。結構動画通りだったんですか？結構動画通りでした。みんな明るくて元気でした。わー、素敵ですね。はい、印象がもう一番良かったです。わこれからの抱負って何かありますか？これからの抱負は子どもたちの気持ちに寄り添ってニコニコ笑顔で保育をすることです。頑張ってください。ありがとうございます。最後に、どんな方がルミナス保育園に向いてると思いますか？優しくて元気で笑顔いっぱいの先生です。一緒に働きましょう。ありがとうございます。お時間いただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。